今日はね、こんな風にスタンドマイクがあるお部屋なので、せっかくなので森高の2人は恋人を歌ってみたいと思います。これみんな知ってますよね。あとでちょっといろいろ言います。最近あなた優しくないわ、私のこともう飽きたろう、抵抗してても気配りがないよ、何もかも自分勝手のペース、出会った頃のあなたはいつも素敵だった、優しくて、それが今はどう、そうけないたいの、こんなにも変わってしまうなんて、泣きながら私が拗ねると、慌てた顔して、急に優しくなるね、尺だけどいつものその手にごまかされて、つい許してしまうの。よくないですよね。反省してる口先ばっかり、その言葉は聞き飽きた、あなた次第なの、二人の仲は嘘じゃなきゃ、その証拠を見せてよ、思い切り不機嫌になると、すぐに冗談を言う、いい加減私は本気で怒っているから、何しても無駄だよ。なんかさっき女の子が覗いてました。今度は男の子じゃなくて女の子が覗いてて、ちょっと怖かったです。でも頬にキスしてくれた、尺だけどやっぱりあなたが好きだから、今日も許してしまうの。はい、ダメダメですね。はい、チューリッププリンセスで二人は恋人を聞いていただきました。ね、この曲はすごいなんかありがちな感じで、よくね、女の子の気持ちを言い表しているなと思うんですけれども、私的には、二人の仲はね、あなた次第っていうのには異論を呈したいなと思います。二人の仲は私次第です。そう、うん、そう思った方がいいと思います。本当にあなた次第って思っちゃいがちだと思うんですけども、やっぱり男の人次第って思っちゃうと思うんですけども、でもやっぱり女次第だと思います。女性次第っていうのが真相というかね、やっぱりうまくいってるご夫婦とかカップルを見ると、やっぱり女性次第だなっていうケースが多い気がしますね。うん、やっぱり
りね、そういうふうに考えてた方が、うまくいく気がします。なんか相手になんかこう舵を取らせるっていうか、まあ、そういうふうにその相手にリードを渡してるように見えて、実は自分が全部握ってるっていうかね、舵を取ってるっていうか、そういう女性の方が、うまくいくと思いますね。なので常にそのあなた次第っていうふうに思わないで、いや実は私次第なんだっていうのをこう肝に銘じておくだけでも意識が変わってくると思いますね。私はいつもそう思ってます。王子かといってその王子を言いなりにするとか偉そうにするってことでは全然なくって、王子を常に立てるんですね。常に立てて、そう、その上で、そうできるかどうかなんですけども、旦那さんとかその相手をこう立てながらも、やっぱりね、嫌なことは嫌、いいことはいいって言うっていうかね、私がこうしたい、こうしてほしいっていうことをはっきり言うんですね。そうやってやっぱりその自分の結局責任を持つって、自分の人生に責任を持つっていうことですよね。その2人の関係に責任を持つっていうか、例えばこの歌詞の通りにやっちゃったら、なんか、なんかイライラして怒って見せたりとかっていうことで、その相手はその時だけ優しくなって、またそれでごまかされちゃうっていうような歌詞なんですけども、なんかそうじゃなくって、なんかこう急にこう不機嫌になって不満をためてあなた次第なのって言うんじゃなくって、自分はこうしてほしい、こうされると嫌だっていうのをちゃんと常になんか意思表示していくっていうのかな、何でもいいよとかじゃなくてね、そういう女性の方が結果大切にされるんじゃないかなっていうふうに思います。言いなりにならない、相手を立てるけれども言いなりにならないってことですね。で、自分はこうしたい、こうしてほしいっていうことを明確に伝える、それだけでもなんか全然その二人の関係はちょっとずつ変わっていくんじゃないかなっていうふうに私は思います。はい、では二人の恋人になぞらえて、いろいろ私の今現在の、考えを言ってみました。はい、今日も私のチューリップリンセスのアカペラライブお楽しみいただきまして、トークもここまで聞いてくださってありがとうございました。それではまた、チューリップリンセスでした。